はい、OK。はい、じゃあ、つーくんが、悩みあるみたいなんで、つーくんじゃあマルチを押してもらって、上がってきてください。はい。これね、YouTube に上げますんでね。つーくんのお悩み、聞いてみましょう。あ、来ましたね。はい。はい、じゃあつーくんのお悩み聞いてみましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。どうも。めちゃくちゃしょうもないあの悩みならあるんですけど。はい、なんでしょう。夏に向けて釣り竿もう一本買おうかなと思ってて。ああ、はい。で、まあ、その釣りにもなんかいろんなジャンルがあって、打ち物っていう攻め方があるんですよ。はい。で、それ用のリールを旧式のバンタムを買うか、現行の新しいバンタムを買うかで迷ってて。はい。が、悩みです。ああ、その、旧式と新しいのは金額はどれぐらい違うんですか？確か3、4000円ぐらいしか変わんないですね。あで、もしかしたら店舗によっちゃその新型出たからっつって、はい、旧型がもしかしたらセールになるかもしんないなみたいな。あ、ちょっと安くなるかもみたいな。そうですね。あ、つーくん的には今欲しいのはどっちが欲しいんですか？いや、どっどっちでもいいかなって感じなんで迷ってて。あ、どっちでもいいのであれば、もう悩むというか、もう選ぶ場所、選ぶところはもう金額になっちゃいますよね。まあ、強いて言うなら、はい、旧モデルの方が見た目は好きなんですよ。あ、ただ新モデルの方が性能上がってるけど見た目が好きじゃないみたいな。あ、見た目か、見た目か性能かみたいな。あ、そこのその見た目の部分を、その、はあ、リールの部分をその釣りしてる人が見るか見ないかはどうですか？はい、あ、でも結構やっぱ他のアングラー来たらやっぱ全身見ちゃいますね。あ、この人ガチ勢だとか、なんかそういうので結構見分けつくんで。あ、じゃあ結構大事なんですね、そのリールの見た目とかは。そうですね、やっぱ、うん、ボロボロで使い込んでるのも味があっていいかなっていう人もいれば、やっぱ、うん、もう新品同様傷なしが、うん、傷なししかダメでしょみたいな人もいるんで、うん、じゃあつーくん的には、うーん、使いやすさと見た目だったらどっちかって言えばどっちですかね？うわー、めっちゃ悩むっすねそれ、うん。見た目か性能、ああ内もんだからな。うん。ああ、めっちゃ迷うっすね。やっぱ内もんなんで、やっぱ初速投げ始めのフリッピングキャストした時の初速が結構大事なんで。うんうんうん。そこは使いやすさですよね。使いやすさの部分ですよね、そこは。そうですね。そしたら今の話だと性能の方がちょっと上なのかなって思いますけど、ってなると新しい方ですよね。そうですね、性能だけ見るんだったら新しい方かなって。そのスタイル的にもそんな遠投するわけじゃないんで、うんうんうん、けど逆に言えば遠投、今回のそのリール新しくなってなんか遠投性能も上がったっつってるんですけど、はい、そもそもその内物でそんな遠投することがないから、うんうんうん、そういうのもあって悩みどころなんですよね。飛距離上がったところで、その2、3000円の差でそんな飛距離いらなくねみたいな気持ちもあるんですよ。うんうん。しかもバス釣りっすよね。そうですね、バスでしか使わないっすね。ああ、バス釣りで、だったら、僕なら見た目取っちゃうかもしれないですね。そこまでなんか飛ばすイメージないんで、バス釣りって。あ、本当っすか？はい。あんまり、まあ僕がやってた頃は飛ばしてなかったっすね。あんまり。確かに実際バスもどちらかって言ったら岸辺によっちゃうから、はい、うわ、めっちゃな、そう、それで昨日悩んでて、自分釣り具屋で3時間リールコーナーの前に立ってて。あ、そうなんですか。俊平くんと2人で、いや、どっちがいいかなみたいな、まだ、うん、買うの先なんですけど、はい、おかげで全然釣りできなくなっちゃって。あー、なんかスムーズにいきそうなのはやっぱ性能がいいのが、なんかスムーズにこうできそうなイメージはしますけどね。
そうなんですよね。けどその遠心ブレーキが自分が今持ってるリールと全くもう変わんない。糸の太さが 100m 巻くならその今回悩んでるやつの方がこういうの巻けるよみたいな、はい、あめっちゃマニアックでちょっと申し訳ないんですけどいや超マニアックっすね。あ、まあ、車でいうなんか、はい、あの車庫長ぐらい悩むんですね。あ走りを攻めるのか乗り心地を取るのかみたいな。あでも多分それは通勤的にどっちも好きな2つだから悩んでるんですよね。そうです。どうせ買うなら新型でもいいんじゃないかなと思いつつ、けど見た目はやっぱ旧型もいいけど新型は性能もあるしな、うん、みたいな、うんうん、そしたらもうあれだ、もう両方買うしかないな。あ、そのパターンでいっちゃいますよ。両方買ってでどっちも使ってみて、はあ、そしたらわかるじゃないですか多分実際使ってみたら。そうですね、もうそれは究極ですけどね。でもそうなんですよね、もうめっちゃ迷ってて、車買う時よりも悩んでて。あやっぱ使ってみないとわからない部分ってやっぱあるから。そうなんですね。釣りでなんか手に持てるけど実際自分が使ってる竿に乗っけれるわけじゃないから、うーんそのパーミングって言って握り心地も変わっちゃうんで。あめっちゃ悩みっすね。ほんと悩むんですよ。もう釣りってその内物ってよく自分が言ってる霞ヶ原なんか水濁ってるから、うーんその手に伝わってくる感覚で、あバスが今ルアー加えた、あ離したとかそういうのも感じなんで、うーん手に合わないとその繊細な釣りができなくなっちゃうなみたいな。うーん今のその話だと新型がいいっすよね。ああ、やっぱそうなりますかね。その、ちゃんとこう、操作がやっぱスムーズにできないと、それはストレスにもなるじゃないですか。そうですね。ただ、新型を結局か、手で実際、物を持ったところで、自分が使ってる竿に乗っけれないから、うん、ああ。もしかしたら旧型の方が自分のそのロットには合ってるかもしんないし、みたいな。そこもあって悩んでて。あ、いくらですか？3万5000円ぐらいですね。3万を2つ買うのはちょっときついっすね。そうなんですよね。まあでもどうだろうな、見た目、まあどうだろう、靴とかと一緒っすね。見た目を取るか履き心地を取るかみたいな。ああ、そんな感じっすね。そうっすよね。まあ、それこそ前ゆうきさんが言ってたような、あの車で例えるならめちゃくちゃ外装はバリッと決まってるけど中が汚いとか、逆で中とか性能あって、エンジンとかもしっかりしてるけど側が汚いみたいな。あ、まあ究極っすよね。ほんとそう、究極で今悩んでて。あ、やっぱその釣りとかはやっぱ竿とかで変わるんすね、そういうのが。あ、竿とかリールとかで。そうですね、本当にちゃっかりそのさっき言ったあの気分転換に買ったロットも買ってみたんですけど、うん、なんか値段の割にはなみたいな、性能が無駄に高いだけだったなみたいな。うん、まあ結構多いのがとりあえず安いの買ってみて、はい、ダメだったら新しいの買おうっていう人は多いっすよね。ああ、やっぱ、あ、ま、そうっすよね。やっぱ消去法になっちゃいますよね。うん、そうそうそう、消去法、そうっすね。ただまあ、その、安いの買ってみて、その、うわ、ダメだって思う人は、最終的に新しいの買っちゃうんで、はい、最初から新しい方を買っとけばよかったって思いますよね。はい、ああ、確かにそうっすよね。だからそこの、まあ、話だけでいくと、最初から新しいの買った方がいいのかなっていうのはなんか、ありますけどね。やっぱ見た目はこっちの方がかっこいいけど、でも、使いやすさがダメだったら意味ねえもんな、みたいな。ああ。のは、やっぱ使いやすさってこう、結構大事じゃないですか。で、そうですね。その、許せれる範囲の使いやすさだったらいいんですけど、はぁ、あ。許せれない範囲の使いやすさだったら、
ちょっと微妙っすよね。そうなんですよ、結局今その使ってるリールってのがあって、うん、まあ機種は変わっちゃうんですけど、結局その遠投性能だけ選んで DC っていうやつを買ったんですけど、結局 DC じゃなくてよかったくねみたいな、金無駄金だったなみたいな。ああそういう風に、あその経験があるのであれば今回は新しいの買ってもいいかなっていうのは、なんか選択肢とか選択肢としては生まれますよね一応。そうっすね、うん、あめっちゃ迷うな、うん、僕はいつも釣りするときは竿を使わずに自分の腕を水に突っ込みますっていう人もいますね。あそれは超人ですね。サーフィンで言うとフィンと同じことかな、まあだと思います、形とか乗り心地とか。そうですね、ダーツだったらあの投げるやつみたいな、うんうんうん、羽の形とか重さで変わるみたいな、うんうんうん、ありますね。本当それで悩んでて、まあ許せれる範囲か範囲じゃないかっていうのはどっちもあるんじゃないですか。そうですね、うん、多分どっちにも長所短所絶対あるんで、うんうんうん、そしたらもうあれっすね、あと金額じゃないですか、もう金額見てどれぐらいセールになるか。ああそうですね、うん、それが一番結構大きいかもしれないですね。それが例えば3万5千円と3万だったら、はあ、僕なら新型買っちゃうかもしれないですね。そうなんですね、5千差だったら新型買っちゃうかもしれないし。そうっすね、ただそれが3万5000円と1万5000円だったら旧型買っちゃうかもしれないですね。そうなんですよね、はい。でまあリール自体は一応シマノの上位機種に入る分類なんで、まあ多分性能悪いっつっても、なんかその自分が打ち物用で買いたいなと思ってるから用途にちょっと合わないかなぐらいなんで、うんうんうん、そしたらそうっすね、金額次第っすね、結果が出て、そうですね、セール待ちみたいな、うん、そうですね、出ましたね結果が。出ましたね、解決しましたね、解決しましたね。金額で決めようみたいな、簡単そうで解決できなかった問題が。じゃあ実際その買うっていう時になって金額を見て、はあ、多分3万5000円と3万5000円だったらもっと悩むと思いますね。そうなんすよね、はい、3万5000円と3万だったら、あまあでも同じぐらいの金額だったら僕はとりあえず新型買っちゃうかもしれない、同じぐらいだったら。ああ、うん、そうっすね、同じぐらいの金額だったら新型買って、で旧型の方が確実に安くなると思うんで、はい、旧型が安くなったら旧型も買っちゃうかもしれないですね、コレクションで。ああ飾り用みたいな感じですか。そうですね、まあ実際使ってみるけど、まあでも実際使ってみてあれ旧型の方がいいじゃんっていうパターンもあるじゃないですか。そうですね、うん、なので金額次第じゃないですか。金額か、そうなりますね、やっぱまだもう明日買う明後日買うぐらいのレベルじゃないんですよね、まだ。そうですね、まあ今やっとバスたちが冬眠から目覚めたぐらいなんで、はい、でまあ産卵終わって夏前ぐらい6月7月ぐらいからには買っときたいなって。ああじゃあ遅くても5月中には買っときたいみたいな。ああじゃあ5月ぐらいに金額を見て、そうですね、セール具合見て。で大差なかったらゆうきさんにその2機種の写真を送って、あえてどっちが新型とかも言わずに送って、どっちがいいでかっこいいですかみたいな。ああ面白そう、それは。それはじゃあ買うときに、買う前ぐらいにちょっと写真ください。そうですね、多分ドイツ戦南カッシャーのキャスティングで買うんで。ああそうなんですね、はあ。そしたらその時にね、写真を皆さんにも見てほしいですね、写真をね。そうですね、みんなにまあ、グループでもあげて、どっちがかっこいいですかっつって、うん、値段とか言わずに。そうですね、値段言わずに、もう大差なかったらもう担当直入に2枚だけ送って、どっちがかっこいいですかって。うん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 、じゃあ楽しみですね、金額をまず見ましょう。そうですね。そんな感じで
解決しましたか。ありがとうございます。解決ですね、これで。ありがとうございました。ありがとうございます。そしたら、じゃあまた、はい、視聴者側に戻ります。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。はーい。